波とネオン消えた星のかけら探して繰り返すあの日の日常をいぶかしむお前こそが嘘だときっと急ぐ人混みとノイズうろた動くを蔑んでるルーレバイロのショーウィンドウ映る君は誰溢れる涙助けを呼ぶ声君を守る迷い捨て走り出した遥か絆願いと アンダーナイトインバースエクセレイトエスト。権限の力が満ちている。パラドクスが動き出すとしたら、今日の虚ろの夜か。行くのか、姫。あの細身の小僧、名は何と言ったか。あれはどうするのだ。今回のあの女の討伐、連れて行くのか。ハイドか。あいつには悪いが、やはり我々だけで行こう。確かにあいつの剣。インスレーターがあれば今宵の剣は容易に肩がつく可能性は高い。しかし逆に奪われでもすれば全てが終わる。今のあいつには荷が重いだろう。あれを連れて行かぬのには賛成だ。威勢は良くともまだまだ小僧、無人の格はない。だが姫、お主自身がこの夜のもとパラドクスの討伐に行くのには反対だ。今回ばかりは何を企んでいるのかわからぬ。そうだな。しかしあの女の背後に潜んでいるであろうアイオンの存在、この詳細が知れぬ限りお前一人に任せきりにはできないだろう。小娘風情が言うようになったわ。いつも通りにわしが一人で正面からパラドクスをひねり潰してくれようというのに。もっともお前のことだ。どうせ言っても聞かぬのだろうな。話をすれど無駄であるなら、ここからはいつも通り別行動とし、わしは正面から暴れて注意を引く。お前はその隙に裏からパラドクスを打つ。いつもお前にばかり危険な役目をさせてすまないな。お前ほどの無人に鍛錬を受けたこの身、パラドクスが相手だろうと遅れは取らないさ。相変わらず口だけは達者なものよ。ハイド、妙な真似はせずおとなしくしているよ。今回の夜は私たちで片付ける。お前がこちらに足を踏み入れるのはまだ早いのだから。面倒なのと出くわしたの。ファーストフローズディバイド。詰め込む。ファイヤー。ファイヤー。ジャンピン。ファイヤー。ファイヤー。ヤロー。ジャンピン。ファイヤー。ファイヤー。クーバー。無人。詰める。パワー。詰める。ファイヤー。ジャンピン。リンリン、ファ
セカンドクロー、ディバイド。みんな話にならない。パーフェクト。どうだ、身長の1センチや2センチ、強さに関わることではないと、これではっきりしただろう。やれやれ、これではこの子供と同レベルじゃないか。面倒なのと出くわしたの。やる気だね。ファーストクローズ、ディバイド。目は覚めたか？リナ、リナ、なかなかやるな。セカンドクローズ、ディバイド。今、あったよ！当たれる！当たれよ！今、イレイ！固める。あれ？詰める。セカンド！いや、今、試合に来てる！詰める！当たれよ！全部よ！ダメージ！ダメージ！やあゲだな。みんな話にならない。パーフェクト。どうした、この幼い身を見て仏心でも湧いたのか。だとしたらお前のその甘さは命取りだ。遠からず死ぬぞ。私に気取られずに奇襲とは何者だ。止まらぬ、止まらぬ、止まらぬぞ小僧。抑えが効かぬ。お前を食えと言うことを聞かぬ。これは長生きはするものだな。虚無が喋るなどという怪奇に遭遇するとは。だがなんだ、これが虚無打ちした人間なのか。それと今、私のことを小僧と呼んだことを忘れていないからな。この成長期の体、そんなに女に見えないものか。我が身が人であるか。それこそ我が意志が求めること。自分がどこの何者なのか、まるで知らない。まるで分かる。我が脳裏に残された記憶、それは泣き叫ぶ小さな娘の姿。なぜ泣くのか知らない。なぜ悲しむのか知らない。そしてなぜ我がその記憶のみを残しているのかも知らない。人としての最後の記憶か。言葉通りの思いが焼き付き、空虚なものだ。その娘を助けたのか食ったのか、その話だけではわからないが、お前にとって
それほどに重い光景であったのだろう。いずれにせよ、理由や過程など考慮に値しない。お前ほどの大物をみずみず逃がすわけにはいかないんでな。人を食い、人に害なす横島の獣、虚無、ここで我が剣の錆としてくれる。貴様らとて恋なき虚無を切り捨てるにためらいはなかろう。我ら虚無が人を狩るわし、そのゲップの絶対する理屈が分かる。そうだな、正義の反対は悪ではない。これは単なる生存競争だ。私はお前を撃つ自分、人間を正義だと言う気はないよ。浅ましく這い回る横島の獣、私がお前に打ち勝ったのなら、我ら義団の者たちはさらに強大で横島の獣でしかないのだろうな。ファーストクローズディバイド。詰めだ。目は覚めたか？見ない。リン。見事だ。セカンドクロード、ディバイド。できました。見ない。とだけ言っておくの。私とて幾多の窮地を超えてきた。お前程度の手合いなど腐るほど見てきた。これは実力差ではなく経験値の差だよ。落ち込むことはない。面倒なのと出くわしたな。見せてあげましょう、年季の違いを。ファーストクローズディバイド。今闇通すです。ハンデラ、まだまだタリア、これ以上タリア、はーい、そこで最後に注意タリア、ジャッジ、ドアゲン、ほとばしで取り上げる。やりますね、ゼッジ、やりますね、ハンパ、目は覚めたか？見ない。臨時の花を持たせましょう。セカンドクローズディバイド。詰める。
よくできました。リンナ、それだけ言ってリンナ。騒がしい戦い方だな。共に夜をまとうに、もう少ししとやかにできないものか。厄介なのが現れたな。行くよムーニー。ファーストクローズディバイド。今みんな、リンリン。セカンドクローズ、ディバイド。みんな、とだけ言っておこう。リンリン。騒がしい戦い方だな。共に夜をまとうに、もう少ししとやかにできないものか。こんな場所で奇遇だな。一人で散歩か。リヒトクライスの小娘。な、小娘って何よ。あなたの方が小さいでしょ。その身長とか。そうやってすぐ怒るところが可愛らしい小娘だと言うんだよ。親切心で言っておくが、人を見た目だけで判断しているとそのうち大怪我をする。まあこうまで言えばさすがに気づきはしたようだな。なるほど。情報通りの言動および背格好、あなたが野党の姫リンネ。古くからこの地に存在し、今は失われたとされる一族野党。その風術によるリンネ転生を体現させ、永遠の時を生きるとされるあやかしの姫。そこまで知っているとはさすがリヒトクライス。有名すぎるというのも考えものだな。だが待て、その最後のあやかしというのは何だ。いささか心外だぞ。ヤトの姫、あなたがここにいる目的を聞かせてほしい。返答次第ではリヒトクライスの執行官としてあなたをこの場で取り押さえます。勘違いはしないでほしいな。私はもうヤトの名に未練なんかないんだ。むしろ野党の滅びを最も願っているのは私なのかもしれない。バカなことを。仮にも秘めたる身であるあなたがそのようなことを考えるはずもない。何を企むか知りませんが、このままこの夜のもとを自由に歩かれるのも煩わしいもの。パラドックスと同等に重い事態と判断し、リヒトクライスの名のもとにこれよりあなたを捕らえます。あのな、正義の味方を気取るのなら少しは聞く耳も持つべきだぞ。
まあいいだろう。これも老婆心というやつだ。このうつろの夜の歩き方、少し教えてやろう。ファーストクローズ、ディバイド。祈りを詰める、いきます。詰める、やっ、当たれ、当たれ、ジャーピン出した、やっ、当たれ、えい、ジャーピン出した、詰める、やっ、受け取る、油断しました、爪が甘い、やりって、まだまだ、ストーンポチの前、当たれ、ジェスコスよ、いきますよ、やっ、ハッと、今、当たれ、当たれ、ジェスコス、目は覚めたか？ウィナー、リン、次はこうはいきません。セカンドクローズ、ディバイド。今、やっ、当たれ、風よ、やりますね、当たれ、ジェスチャーピン、当たれ、やっ、当たれ、ジェスチャーピン、ランマニー、やっ、みんな、とだけ言ってリン。感情が表に出過ぎだよ。体を満たすのは構わないが、漏れ出すのは良くない。何、老婆心からのアドバイスだとでも思ってくれ。面倒なのと出くわしたな。シストもしせず。ファーストクローズ、リバイド。やるな、は、やるな、ガンカ、は、ガンカ全身突貫、やるな、やるな、やるな、次だ、ジェット、やるな、全身突貫、は、目は覚めたか？みんな、敵、侮り方し。セカンドクローズ、リバイド。ヤトの姫、ああ、それなら人違いだ。他を当たってくれ。厄介なのが現れたな。や、こんばんは。
ファーストクロース、ディバイド。詰める。なかなかやってくれるじゃないか。セカンドクロー、リバウンド。懲りないね。怖いね。悪あがきだ。チコン。チコンで落とす。私とて幾多の窮地を越えてきた。お前程度の手合いなど腐るほど見てきた。これは実力差ではなく経験値の差だよ。落ち込むことはない。会いたくない相手というのは往々にして出会ってしまうものだな、瀬戸よ。ヒレ、いや、リンネ。お前がここにいる理由、ヤトとしての虚無狩りというわけではないようだ。やはり裏で糸を引くのはアイオン、クオン。俺の手にあるこの双剣、お前にならこの意味がわかるだろう。それは風滅の…そうか…なるほど、わかりやすい。ここまで種明かしをしてくれるとは、やはりお前も相当のお人よしだ。なら、おしゃべりはここまでだ。お前を捕らえ、俺がパラドックスの首を取りに行く。お前を、あの女に近づけさせるわけにはいかないんでな。ああ、お前にも立場とわけがあり、それは誤った道でもないのだろう。ならば、この場で是非を分かった必要。私を捕らえたければ、力ずくで来るという。言われずともそのつもりだ。いつまでも俺を、あの頃のような子供だと思わないことだな。いや、お前は子供さ。起きてという錆びついた鎖に縛られ泣いている子供。私にはそう見える。だが安心しろ。今ここで私がそれを断ち切り、お前を自由にしてやる。ファーストクローズ、ディバイド。当たれ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 。生きてるか。当たれ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 。セカンドクローズ、リバイド。くだらん。エイ、当たれ、ゲツリン。くだらん。ヤッ、タリア。ジャン、おい、当たれ。こうき。ヤッ、タリア。エイ、当たれ、ジャン。コツネル。あまりに季節。当たれ、ヤッ、エイ、当たれ。当たれ。今、コツタリア。ジャン、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 ジャン
ヤトの姫。ああ、それなら人違いだ。他を当たってくれ。これはこれは。ようこそヤトのお姫様。こたび現れた夜の深淵、光と闇の祭壇へ。何にもないところだけど、いらしていただけて光栄ですわ。ふん、心にもないこと。いや、輪廻の風術の施されたこの体、のこのことこの場に現れたことは、お前にとっては歓迎すべきことだったか。おおむねその通りよ。あなたは大事なお客様。この私にイモータライズを提供する。教えろ、お前の目的はリバースの身と聞くが、なぜこんな真似をする。私もクオンも望まずにこういう体にさせられたことは調べがついているはず。この輪廻の力、お前に分け与えることなどできないぞ。そうね。リバースは一つの目安ってやつ。せっかくイグジスを手に入れたんだから、もっと気持ちよく暴れてみたいじゃない。そのため邪魔なのに、いつまでも古いルールをかざしてるあんたたちも。ヤトもリヒトクライスも、私たちアムネジアも潰し倒し壊し犯し浸し崩し滅して終わらせる。そして私の力をこの世界に生きるすべてのインバースに知らしめる。古い夜は私と共に明け、新しい夜は世界に帳を下ろすのよ。だからあなたにはここで消えてもらいたいの。インスレーター、あなたの兄のアイオン。そうしたら次はリヒトクライスの連中、一人残らず順番に潰していってあげるわ。このアムネジアのパラドクスが。大層な志、感服するよ。思えば昔からお前のような手合い、能力を行使することに溺れた者は多かった。だから我々は虚ろの夜に伏す刀、ヤトとして夜の秩序を守ることとした。しかしヤトの中にも今のお前のように慢心しイグジスに溺れる者がいた。そして力を持つ者同士で内紛が起き、ヤトは一夜にして滅びた。どうだ、惨めなものだろう。パラドクス、お前も同じさ。自らが滅びるか滅ぼされるか、この時この場を己が器の計りとし、我が討伐より逃れてみるがよい。言っておくが、この刃見た目ほど軽くはないぞ。ファーストクローズ、リバイド、行くぞ。よっ、詰める、当たれ当たれ、ベクチャーピエン。お上手、いかん、刺しなす、跳ねなさい、刺しなす、出なさい、逃がさない、行くわ、怖いわ、ベクチャーの威力、ジャック、跳ねなさい、ベクチャー、崩れろ、詰める、当たれ当たれ、ベクチャーピエン。まだ行くよ、崩れろ、止め、そのピン、ついとな、ジャック、お上手、ベクチャー、目は覚めたか。みんな、リンに膝をつかせるな。セカンドクローズ、ディバイド、跳ねなさい、ハッタリア、ジャーピエン、もっと逃げなさい、ジェッタ、崩れろ、ハッタリア、ジャッタピエン、何もいいよ、ハッタリア、詰める、ハッお上手、ハッタリア、逃げな、ジェッタ、崩れろ、うっ、
私とて幾多の窮地を越えてきた。お前程度の手合いなど腐るほど見てきた。これは実力差ではなく経験値の差だよ。落ち込むことはない。さて、希代の魔女、まばゆき闇の昼だよ。これでおしまいだな。それともまだ何か切り札を持っているなら見せてくれてもいいぞ。さすがは古来より悠久を生きながらえてきた野都の姫。乾杯だ。大したイグジスも持ってないのに、これが長年の経験ってやつかしら。ん？そうか。お前の場合経験よりも性格の方が問題だと思うぞ。嬉しさが顔に出過ぎな上、攻撃が力任せ一辺倒でひねりがなさすぎる。これでは攻撃前に避けてくださいと言われているようなものだ。お前がその強力なイグジスをむやみに振り回せば振り回すほど、私は浮かれたその足を軽くすくうだけ。これだけで派手に転んでくれる実に簡単なものだよ。どうだ、ご希望ならまだ重ねるが、この長年の経験から来る言葉を。ああもうくど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 、これだから年寄り臭いのって嫌いなのよ。もういいか、さっさとこのベセルにとどめ刺したら。ああ、無論だよ。お互い情けなど不要だろうからな。こういう時あいつならお前を見逃しもするのだろうが、あいにく私はそういうお人よしに類する人間ではないんでね。さらばだ、パラドクス。お前ほどのものがこれで終わるとは思わないが、ベセルを貫けば近く再起は望めないだろう。この夜のもと二度とお前とは出会わないことを願っているよ。まばゆき闇、最短の器足りうる手強い相手だった。あれほどの力を持つ者が自発的に生まれるとは考えにくい。裏に必ず意図を聞く者がいるはず。そしてそれはおそらく栄光の紡ぎ手、我が兄クオンなのだろう。この身に眠る封印の割り符、あの男の求めるものはそれに他ならない。魂に紐付けられた呪いともいえるこの封術、解かれ奪われれば必ず惨事となる。腹を裂いて死ぬこともかなわぬこの身が恨めし、この呪縛から解放される日、そんなものが本当に来るのだろうか。次の体、またその次の体、こうしていくつの夜を生きてきただろう。終わらせよう、今度こそこの体で全てを。断裂の免罪符はハイドがいればそれができるはずなのだから。
かけた意識また突き崩されて僕らの物語は今でもいつでも終わらないまま。ゲームオーバー。